皆さんこんにちは。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話の時間となりました。パーソナリティで作家の小原武史と申します。沖縄の文化民話などを通して葬儀のお話や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組を一緒にトークをして盛り上げてくださるのはこの方々です。はい、株式会社イナンセ天霊のアドバイザー星野和之ことホッシーです。今日も皆さんからいただいたご相談を受け付けています。はい、お願いします。そして私この番組の構成作家しております沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC 所属オードブル松田健吾です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。FEC さんは、はい、その前に演芸集団ってつくんですね。本当はつきます。ああ、なるほど、はい、つきますよ。これが本当の名前なんだ。演芸集団 FEC あれ FEC はファーイーストあれですか。あれフリーエンジョイカンパニーあ、違う、はい、ファーストイーストネットワークじゃない。あ、そんないいやつじゃないなるほどね。アホみたいにフリーエンジョイカンパニーってなるほど。誰も聞いてませんように事務所の人聞いてる、絶対聞いてるまあこの3人で毎週この時間に30分放送しておりますので、はい、リスナーの皆さんよろしくお願いいたします。先週はね、なんか葬儀保険とかいろいろ話をしましたが、聞き慣れないワードだったんですけど、でもやっぱまあ、普通ね保険と一緒で、うん、やっぱり備えておくことが大事なんだなっていうのも改めて思いましたんで。そうですね、はい、ポッドキャストとかでも聞けるんでよかったら、うん、あの先週聞き逃したよって方聞いてみていただいてもいいかなと思います。はい、今週もね星、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは、始めていきましょう。はい、ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話スタートです。この番組は株式会社イナンセ天霊の提供でお送りいたします。さあ、今週もこのコーナー行きましょう。はい、初めての事前相談。イナンセ天霊のスーパーアドバイザー星に今日もリスナーの皆さんからの事前メールにお答えいただきます。はい、さ今日も届いておりますよ。ありがとうございます。1つ目いきましょう。はい、こちらラジオネーム北部の那覇リスナーさん、ありがとうございます。どこの人なんや那覇の北部なのか、はあ、北部の人だけどFM 那覇を聞いてる人なのか、まあね、ネットで聞けるからね。ネットで聞けるからね、うん、確かにそうですね。パーソナリティの皆さんこんにちは。そしてはじめまして、北部の那覇リスナーと申します。はい、ポポポポイナンセ毎週楽しみにしている番組の一つです。 ありがとうございます。ありがとうございます。今日は質問があってメールしました。私は名前の通り北部に住んでいるのですが、うん、もしもイナンセさんに葬儀をお願いするとしたら可能なのでしょうか、うん、という質問です。あ、まあ、車で行ける範囲でしたらどこでも、このお手伝いしておりますよ。そうなんですね。はい、北部ですね。北部ヘドでも東村でも。あ、行きます。大丈夫です。あ、はい、そうなんだ、すげえ基本本島ってことですね。沖縄本島内、本島内であれば、はい、どこでもお手伝いはさせていただいてます。なるほどなるほど、すごいな。一番遠かったのはどこですか、覚えてる中で。ヘド岬とかですかね。ヘド岬、ね、はい、ヘド岬とかですと、はい、うん、まあこういった那覇浦添、うん、またあの、まあ、中南部、中南部とかですと、はい、この葬儀社が持ってる会館があるので、はいはい、まあ自宅で通夜をしたり、はい、またその葬祭場のお通夜室で通夜をしたりすることができるんですけど、はい、ヘド岬らへんになってくると、はい、もうほとんど自宅通夜ですね。そうでしょうね。葬祭場があの辺ないので、はいはいはい、もう地域とかそういったね場所によって、はい、あのこのやり方は変わってきますね。なるほど。あ、そこのやり方に一応合わせて一緒にこうやっていくってことなんですね。はい、そうそうです。例えばその、例えば北部の方が火葬場はここを使ってほしい、うん、まあ、名護の火葬場とかいろいろあるんですけど、はい、でその火葬場の指定でしたり、はい、また告別式をする会場の場所の指定、そういったのもお客様の要望に応じて、はい、私たちは対応してます。あの離島とかどうなんですかね。離島はですね、過去に一度車で行ったことあるんですけど、はいはい、フェリーですか。はい、フェリーにあの車を乗せて、はい、搬送で行ったことがあるんですけど、はい、うん、基本本島内で、まあ、一応活動はしてます。そうですね、はい、
何かこうお手伝いできることがあれば問い合わせいただいたら、あのお手伝いできることはやるということですか。そうですね、あの離島でも火葬場を持ってない、うん、あの島も離島もあるので、はい、その場合は本島まで来て、はい、火葬まで本島で済ませて、はいはいはい、お骨になってこの離島で、ま、戻してあげて、はい、葬儀をするっていうケースもあります。離島前もちょっと話しましたけど、例えば実際公民館とか、あ、そうですよね、はい、そうです。まあそういったところではもう葬儀場がない、あの島もあるので、その場合はもう公民館の人たちがこうちょっと主となって、はいはい、あの式場作りからそういったのまで全部やってますね。こういう葬儀会社さん自体がない島もあります。はい、そういう場合はそういう自治会とかが、区とかがやるわけですな。そうです、はい、わけですなってわけですねなるほどね。実際僕あの、父親が座間味出身なんですけど、はいはいはい、で去年かな、身内なくして、本島で、まあ、葬儀までやって、あの座間味に帰ったんですけど、はい、向こうでもまた葬儀をすることになって、はい、あの香典返しだけ、はい、向こうでは準備できないから、うちの方で香典返しを、300個ぐらいこう送ってですね、向こうで告別式やったらしいんですけど、もうその島の方々がこういった、お焼香する道具だったり、はいはい、まあ、祭壇だったりそういったのを準備して向こうでやったみたいです。なるほど、はい、まあその辺もね、もし聞きたければあの相談できるってことですよね。あ、そうですね、はい、まあ、今みたいなこの香典返しとか、うん、そういうのもお手伝いはしてくれるってことですよね、うん、はいはい、なんか県内でやった時もなんかこう空き地でやったみたいな前言ってませんでした。あ、場所によってですけど、北部の方になるんですけど、はいはいはい、なんかその、地域では、はい、その葬祭場でやるのではなく、はい、なんか空き地があるんですよ、はいはい、もう本当に原っぱ、はい、そこにですね、はい、テント立てて、はい、祭壇も置いて、はい、であと腰掛け並べて、はい、で雨風が入らないように、うん、この横にもこうちょっと、はい、うんうん、ついたて作って、はい、であともう電気どうするのって言ったら、はい、電信柱にこう蓋を開けるとコンセントの差し込み口があって、それ用の場所みたいな、もう一から式場作りをやってですね、それすごいなそれってその場所がもう代々使われてるってことですよね、はい、そうそうです。その場所のなんかこう指定の場所っていうのがあるんですね、はい、この地域専用のこういうことを行う場所っていう場所があるんです、ね、僕も初めて行った時には、うん、ここでやるんですかっていうような感じもう本当にもう外ですね、今聞いてる感じでも僕たちはここでやるんですかと思いながら聞いてるんですけどそれすごいな、まあそういうね、うん、その地域の習慣っていうかね、はい、まあ、ありますからね、ありますからね、もう僕たちはそれに合わせて、うん、あのお手伝いしていくので、うん、そこの臨機応変にこうやってくれるあたりの星もすごいですよね、うん、だから何もないところからもう式場作りまでやっていきますから、それすごいんですよね、毎回お話聞くたんびに、うんうん、でまあこう地域によっていろいろね、あの習慣の違いだったりっていうのもあるかもしれないので、うん、やっぱりこう事前に相談しておくのも大事かなっていうことにもなってきますよね、うん、そうですね、例えばこの宗派によっても、例えば仏教を信じてる方もいれば、はい、この教会キリスト信者だったり、うん、また、友人葬といって、まあ、学会の方でしたり、いろんな、あの宗派とか、はい、ね、収支も違ってくるので、うん、そのお客様の要望に応じてこういったお手伝いもしてます、うん、例えばキリストでしたら、あの教会に案内したりとか、うん、教会で告別式をしたりとか、うんうん、そういうところまでやってくれるんですね、うん、知らなかった、すごいなと。自宅で告別式したいんですっていう方は、はいはいはい、あの車庫、はい、車庫を、車庫、はい、自宅のこのもう古い古民家みたいな、はい、あのそこにちょっと車庫がありまして、はい、ちょうどあの車庫って囲われてるじゃないですか、はい、 そこに祭壇を置いて椅子並べてお焼香したこともありますね。そこはまあ臨機応変ですね、はい、ガレージ層みたいなそうそうそうちょっといいな車好きだから、ね、いや車好きなんであなるほどそうそうそういうのあると
ちょっと憧れるなって、うんうん、まずガレージ持つことから始めないといけないんですけど、その場合は缶保険ちょっとタイヤもつけてもらう走らそうねえじゃないんですよはい、という感じで、皆さんからの、相談メールもお待ちしております、はい、メールアドレス、pppp@gmail.com、すべてアルファベットの小文字で pppp@gmail.com までとなっております。よろしくお願いします、うん、はい、よろしくお願いします。じゃあここで1曲いきましょうか。はい、あ、はい、今週もですね、はい、小田和正さんで、確かなことです。はい、事前相談メールに星に答えて、いただきたいと思います。はい、はい、ラジオネームレモンケーキ大好きさん、ありがとうございます。はい、星野さん、小原さん、はい、こんにちは。こんにちは。わしはえわしはえいいけどはい、質問です、星野さんに葬儀のこと以外も質問していいんでしょうか。はい、はい、四十九日の際、お供え物をした時に下げるタイミングっていつになるんでしょう。うん、いつも下げるタイミングが分からなくて困っていますということで。気になりますよねこれね。気になりますか。びっくりした。今葬儀のこと以外に質問していいんですかっていうから、はい、お家を教えてくださいって質問が来るかなと思って誰が答えるんですか電波に乗せて個人情報ベラベラとお供え物を下げるタイミングですか。はいはい、そうですね。まあ、下げるタイミングとしては、うん、皆さんお供え物する時って、はい、まあ、お線香多分立ててると思うんですけど、はい、このお線香を立てるときにですね、まあ、手を合わせて、はい、例えばお昼ご飯でしたら、はい、そのお昼ご飯ですよ、夜ご飯のお供え物だったら、うん、この夜ご飯食べてくださいって、うん、まあ、線香を立てると思うんですね。はい、うん、でその立てた線香がもう全て消えたら、うん、そのお供え物はもう下げていいタイミングだと思ってます。なんか僕ら例えば仏壇にこう行くときになんか手土産持ってるじゃないですか。うん、ああはい。旅行行ってきたよって。そう。それを例えば普通にこう置いて、うん、そのまま立てて帰りますよね。ああですね、こう。お供え物なんですけど、はい、自宅とかですと、やっぱり自分たちでこう作って、はい、こう器に移して飾るじゃないですか。はい、うん、でその飾る時もそうですけど、自分側に向けるのではなく、うん、例えば仏壇や祭壇に向けて、まあ、僕たちってこのご飯を持つ茶碗は左手にあります、はい、でお吸い物が右ですよね、はい、これをお供え物逆なんですよ、はい、ああなるほどなるほど。僕たちから見たらご飯茶碗は右、うん、お吸い物茶碗は左、はいはい、僕たち側じゃなくて向こうに向けてお供えしないといけない。もう対面に人がいてその人に提供するっていう出し方をきれいにした方がやっぱりいいってことですよね。じゃあお箸も、ね、お箸もこっち側じゃなくて自分側じゃなくて、まあ、向こう側、奥側に、はいはい、つまりあの一個の人間がここの目の前に座ってるという感じでいろいろやった方がいいということですね。で先ほどあの小原さんが言ってたこうお土産を買ってきてこうお供えするっていうお話、はい、あれもできれば包装紙をもう開けて、うん、でその多分買ってきたお菓子っていくつかこう包装されてると思うんですけど、できれば1つか2つはこう袋から開けてこのお菓子を取り出して、まあちょっとお皿に移してそれをあのやってあげた方がまあ親切というか、やっぱり袋に入ったままだと僕たちも食べれないじゃないですか。できればちゃんと開けて、でその買ってきたお弁当とかでも容器はそのままでいいんですけど、こう蓋を開けてこうお箸も割ってあげて、割り箸も割ってあげて、割ってあげてこうお供えするまでが基本やっぱりいいのかなと。やっぱ人がこういるっていうふうにちゃんとこうもう人として接してあげた方が一番いいってことですよね。そこはまあ真心ですよね、私たちのね、見ないところですけどね。まあそこまでね、やっぱり知らない方もいらっしゃると思うので、ね、意外にこういうのってなんかこう習わないというか、まあ
当に気持ちの問題でもあるんだろうなと思うんですけど、うん、こう雑にやっちゃいましたよ ね、そうですよね。やっちゃってました、ごめんなさい。おじごめん。なので今日のこのレモンケーキさんでした、はい、はい、レモンケーキ大好きさんの、まあ、質問は結構ある意味、はい、いい質問だなと、うん、やっぱりただねお供えしてる方もいらっしゃると思うので、うんうんうん、ちゃんとねお箸も割ってあげて、はい、またお菓子も袋から出してあげて取り出して、で飲み物とかもそうですけど、まあよくこの亡くなった個人様の枕元に飲み物置かれてるんですけど、カンカンとか開いてないんですよね。で僕見た時に気づいたら飲み物は開けないと飲めないので、できたら開けるまでやってあげてください。そうですよね、紙パックの容器でしたらこう開けてストローを刺してこうお供えするとか、まあそこまでがねやってお供えする意味があるのかなっていう、そこのだから気持ちをねちゃんとしっかり持って、そうですね、お供え物もねやらないといけないですよね。あとちょっとこれ違う質問かもしれませんけど、うん、よくご飯を山盛りにしてお箸を刺すじゃないですか、はい、死者のご飯みたいな、はいはい、あれってお供えにはしないんですよね。飾るのはこの、まあ、お亡くなりになってから火葬するまでがこの一膳飯飾るんですけど、この、法事初7日から四十九日は特に飾らなくて大丈夫です。あれはその間だけですよね、仮装、はい、されるまでね。そうです、あれ一膳飯って言うんですね。そしたらよくこの団子とハーガーがあるんですけど、はいはい、ハーガーって何ですか。ハーガーっていうのはなんか真ん中に穴が開いてて、うん、まあお菓子なんですけど、はいはい、この丸いお菓子と真ん中に穴が開いてるお菓子をハーガーって言うんですけど、はいはいはい、丸いものは太陽を意味表して、真ん中空いてるのはこう月を意味するんですね。そうなんですね、はい、これはまあこの個人様がお浄土までこう行く足元を照らす月明かりとも言われてるので、これはできれば毎週飾ってあげた方がいいっては言われてます。僕ちょっと一瞬なんか丸い穴の開いてるのはお金かと思いましたけど違うんですね。お金はもう内壁でやってるかもしれないです、ね、よくお菓子屋さんによっては丸い穴が開いてるのと、はい、この三日月型のハーガーがあるので、丸いのはどこも一緒なんですよ。なるほど、太陽と、はい、でこの穴が開いてるのと三日月はその仕入れるお店によって形が違います。なるほど、まあ、意味は一緒っていうことですね。意味は一緒です。はあ、面白いな。まあ、個人で、まあ、選べるってことですよね、うん、はい、そうです。なるほどね、はい、あとこの団子もこの沖縄だけ7個なんですけど、はい、この団子もこの初7日から四十九日7週にわたってこのお地蔵さんに渡す通行料とも言われてますので、なるほど、はい、これもね、個人が次に生まれゆく世界に通行料として飾るものなので、これも、ね、できれば毎週やってあげた方がいいと思います。お葬式では内カビって使わないんですよね。使わないです、ね、使わないですよね。あれはまあ初7日以降ですか、ね、法事では法事です、ね、使ってよく使う方もいますね。このお供え物重箱とかお持ちに、この内カビを、まあ、奇数の枚数で上に置いてですね、でそれが終わるとまあ世に持たすお金としてこれをまあお家で燃やしてもらえれば、中にはこう大量に持たすご家庭がいて、大量に内カビ焼いて火事になりかけたっていうところもありますから。これ沖縄ラルで、まあ内カビっていうのは死者のお金でね、そうです、沖縄以外ではあんまり使いませんけども、はい、燃やすものですよね。そうですね、うん、燃やして世に一緒にこう先祖に持たすっていうやつですよね。はい、まあ、こういう質問も含めてですね、事前相談、もっと詳しい内容も、お電話でも受付しているということですので、はい、もし紹介お願いします。はい、稲南瀬天霊の方ではまたこういった事前相談、また皆様のご質問を受けておりますので、電話番号が 0120-103-006 番までお電話ください。はい、はい、ありがとうございます。では以上、初めての事前相談でした。はい、
番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。星、今日もありがとうございました。はい、感想はどうでしたでしょうか。島バナナさん、はい、島バナナさん先週じゃないですか。あ、本当だ、飛んだ。あ、失礼しました、はい、レモンケーキ大好きさん、あ、とレモンケーキさんですね。はい、はい、はい、お二人のご質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、こういうふうに皆さんからの、質問でもいいですし感想とかでもいいのでね、はい、メール送っていただけたらと思います、はい、メールアドレス、pppp@gmail.com、 すべてアルファベット小文字で pppp@gmail.com となっております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。はい、はい、さようなら、さようなら、バイバイ。